はい、6番に入ります。等速直線運動に入りますが、ここら辺は速さの問題として処理できるので先に済ませておいて、後で等速運動についてもじっくり考えましょう。X 軸上を運動する物体です。時刻、を運動するで、速さが 2.0m/s、 1秒あたり 2m のペースで、時刻0に原点 x=0 を通過した、こうね、0の時にね、 t=0 で、t=3.0 の、時刻 3.0 でのこの物体の原点から速度の辺、この物体の辺を求めなさい。こっち側に行ってくるよね、3秒後。単位の意味取ってから全然問題ない。これは 2.0m/s、 1秒あたり 2.0m、 3秒でどんだけ進むか 2×3 でいいよね。 6.0、 変異はどの向きに、 X 軸正の、答えは X 軸正の向きに、6.0m。 これで答えです。一応式のことで一つやっておくと、これ 2.0m/s で3秒だから 3S だよね、かける 3S で、この記号はもともと分数で S 分の 2.0m って意味でした。で、かける 3S、 そうするとこれ S がこう約分できてなくなるよね。で、残ったら 2×3 で 6.0 かける、で、メートルが残って 6.0m と出ます。まあ、こういうのも面白いからやってみるといいと思います。